北条高時と天狗、北条高時と天狗、北条九大名家公は、歌舞伎狂言の演目、前三幕、一幕目の通称、高時で知られる。作者は、川竹木網、1884年11月東京猿若座で、初演、時代物、新歌舞伎18番の一つ、太平記の世界に取材、上、中、下の、前三幕の構成からなる。 第一幕の北条高時の剣が好評だったので、現在ではもっぱらこの幕のみ上演される。旧来の歌舞伎の近代化を図る知識人のグループ、旧古会の要請により演劇改良運動の一環として書かれた。当時左官に作られた写実的な時代物、いわゆる活力物の代表作である。執権、北条高時は主食と刀剣やタラガマに教授堕落した日々を送っている。 折しも、老人の足達三郎が、自らの母を襲った、高時の愛犬を撃ち殺したと聞き激怒。足達を殺せと命じるが、家臣の大仏、陸守や北条の介入道らに、今日は、先祖、北条義時公のご命日なので無益な殺生は、およしくだされと諌められしぶしぶ除名する。高時が、愛人絹笠と飲み直しをしていると容運がとなびき、突風が吹く。 周りの者がみんな逃げて一人残った、高時の前に数名のタラガ帽子が現れる。これこそ高時を殴りに来た、カラス天狗だった。そうとも知らぬ高時は、タラガ前をご教授下されと一緒に踊り出す。天皇寺の象徴性を見ずやという不吉な歌が、歌われる。天狗たちにも手遊ばれ散々な目にあった高時は、気絶するが、返事を聞いて駆けつけた大仏、秋田らによって解放され、 自分が騙されたと気づく。すると天空より、天狗の嘲笑、怒った高時は薙刀を手に空を睨みつけるのだった。多くの活力物が断絶している中で、この高時のみが現代にも生きながらえているのは、昔も今も変わらぬ権力者の愚かさという主題、単純明快な筋と天狗舞の面白さ、北条九代メンメンタルなどの名家博などが、観客に受けるからである。 團十郎は高時にはかなりの自信を持っており、1887年4月、明治天皇の午前で行われた、いわゆる天覧歌舞伎でも演じられ、天皇から天狗舞は特に面白し、と言葉を賜ったほどであった。幕開きに高時が横を向いて座っているというのは、初演じの九代目、市川團十郎の工夫によるもので、当時としては斬新な演出だった。 その高時は幕切れでなぎなたを手に空を睨みつけるが、これも権力者の愚かさを封じたもので、批評家の幼い薫は、睨んでも始まらない点を睨むのが、いかにも高時らしいとこれを評している。團十郎はもう一人の主人公、新田吉貞にも力を入れ、学者に吉貞の甲冑を研究させて復元したり、稲村が先での立ち流しの絵を描かせて、ひいきに配布しているが、 いざ舞台でこれを務めてみると、全く不評だった。初演時は、天狗舞以外は不評で、金垣ブンが風刺した漫画を、歌舞伎新報に掲載させて批判し問題となった。その一件を、岡本喜道は、著書、明治劇団、ランプの下に手に次のように記している。それは、高時の天狗舞の図で、一件しては別に司祭もないようであるが、高時が、男中の二、 ガンに書かれてあるは、もちろん、それを引き回している天狗どもが、すべて九個会員になぞらえてあるというのであった。天狗の数も会員と同数で、かの会探しと同じように、その天狗のガンと翼をたどつていくと、会員の名字がことごとく平らかなで現れるということを誰かが発見した。つまり、男獣が九個会員に本動されているという風刺であるというので、本人の男獣が、まずどつた。 九個会員もこれは、怪しからんと言い出した。宣言の結果、それは、狂言作者の一人で、歌舞伎新報の編集者たる久保田作の仕業に、そういないと決められて、久保田氏が批判の矢面に立つことになった。同志から四角めらしい謝罪状を提出してこと済みになったそうである。ありがとうございます。